臭豆腐はね、料理の方法が臭いだけだと思う。へぇ。多分。どうだろう。美味しい？いける？美味しい。うん。全然問題なく。あら、はるかちゃん、台湾人になれるかも。ハロー、こんにちは、大家好、なるです。今日は台北の夜市に来ました。たったーん。台北の中心にある宁夏夜市に来ました。夜市、日本語で夜市ですね。ナイトマーケットでもいいと思います。今日は私の友達が日本から遊びに来てくれているので、その友達と一緒に夜市を回りたいと思います。はるかちゃんです。はい。はるかです。お願いします。いろいろはるかちゃんにね食べさせたいものがあるんですよ。今日はるかちゃんはね臭豆腐挑戦したいらしいですよ。その反応私は取りたい。さあ何から食べようか。お店の熱気で汗がすごい。さあ何から食べる。台湾っぽいもの食べてほしいからジューシー笑顔も食べてほしい。台湾の血のお餅、そうそう、あれも食べてほしい。え、最初から臭豆腐いく。臭豆腐ですね。臭豆腐、ここでは臭豆腐と豚の血のスープを頼みます。いただきます。うん、うん、え、単体でも臭くないな。え、臭豆腐はね、料理の方法が臭いだけだと思う。へぇ、多分。どうだろう。美味しい？いける？美味しい。うん、全然問題なく。あら、はるかちゃん台湾人になれるかも。これが豚の血のスープ。これはレバーぐらい臭みがあるのかと思ったら、うん、意外に癖ない。じゃあ食べられないものないかもね。台湾に来たらやっぱり台湾でしか食べられないもの食べたいですよね。ごちそうさまでした。滞在中は誰か来ました？え、来てない。初めてです。はるかちゃんが初めて私に会いに来てくれました。台湾来ないのの一言なければ会いに行けなかったんで。本当に私の一言。そう、私がはるかちゃんに台湾来ないのって言ったら本当に来てくれた。イエーイ。いつ行こうかなってすぐ考えました。フットワークが軽い人のことをね、フッカルと言います。フッカルなはるかちゃんですね。これロージアーモン。何、美味しいかどうかわからないもの食べたい。いやいや、でも その方がなんかワクワクするじゃない。じゃあ普通のなんか牛肉ステーキみたいのはあんま興味ない。うん、ちょっと珍しいもの、変なものを探して食べてみましょうか。私トウキビ好きじゃないからわからない。そう、これも結構定番、このチンワシャダン。はるかちゃんこのドリンクを挑戦するらしいです。你好，哪一个比较有人气？哪一个？我觉得鱼，粉圆虾。那我是什么的？我一个粉圆虾。わー、わー、私も初めて見る。アイユ入りタピオカゼリー。わからない。はい、なんかさ、名前的にそんなに美味しくなさそうだなと思って買ったことがなかった。いけいけ、あー、マジで。いけ、おいよ。どう、味あんまりしない。なんて言ったらいいんだろうね、それ。なんか植物からできたなんかのゼリーだった気がする。だからいつもレモンとか、そう、こういうのと一緒に飲むことが多い。おいしい？うん、おいしい。おいしい？本当？よかった。このタピオカは甘いの？え、全体的には何の味？黒糖。あー、飲みましょう。ソルガムソーセージエッグパンケーキロール。名前長すぎ。見た目からしても間違いない。間違いない。え、どうする。でもこれはだって一人でもきっと食べられる。食べられちゃいますよね。ゲテモノ系が食べたい日本人。他に美味しそうなものなかったらあれ食べよう。次はね、何を食べましょうかね。あれも台湾の食べ物、グアーバー。なんか台湾のハンバーガーみたいな、そんな感じ。そう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 、
角煮、うん、あ、そう、角煮が入ってるやつ、なんか日本の食べ物と似ているから却下あれ食べる？大膳食べる？並んでるけど、わかる？牡蠣食べられる？牡蠣のオムレツ。え、私も飲み物買ってきたいんだけどさ、待ってってもらってもいい？じゃあ行ってくる。对，要一杯。它里面的正常吗？可以酸一点吗？可以。谢谢。糖水没有写，柠檬多一点。嗯，柠檬多一点，谢谢。好，谢谢。ドリンクを買いました。今からね、あのお店に並んでくれているはるかちゃんと合流します。私が買ったのはアイユゼリーにレモンでタピオカなし。うん、これ見える？うん。これがアイユゼリー。ぬるい。ぬるいけど、まあまあまあ。おいしい。このお店、すごい人が並んでます。人気なのかな？外国の人だけじゃなくて、現地の人も並んでる。日本人か、この現地の人かって。見た目でわかる。着てる服でわかる。これ日本人っぽい。これ？うん。外国にいる日本人。あとカバンとかでわかる、大体。こういうカバンは日本人っぽい。はい。あのね、はるかちゃんは微妙。日本人か台湾人か絶妙なライン。はい。案内されて入りました。私聞きたい。台湾に来て7時間経って感想は？詰める。ね、すごいよね、住めるよね。だって楽しい。散歩ずっとできる。街並みは日本と違う？日本と違う。匂いとか。あ、匂い台湾。建物も違うよな。建物も違う。台湾っぽい建物が日本にあるかって逆に聞かれても多分ない。うん、確かに。日本の企業のお店とかはめっちゃ多い。ね、そう。それがびっくりした。あれは？湿気。日本はまだここまでじゃない。私ね、台湾住めるけど、この湿気があるからちょっと無理。